三国志と現代の融合で描かれる一人の少女のサクセスストーリー、パリピ孔明が早速始まりました。初回のお話は1800年前の中国蜀でのお話に遡り、かつて劉備の下で軍師として活躍した男、諸葛孔明の最後の様子が描かれた。もはやこれまでと、自分でもその運命を覚悟した瞬間、孔明が目を覚ましたのは現代の日本だった。ハロウィーンということもあり、周りも仮装で派手な格好をしていたことで、孔明は誰にも不審に思われることなく、また孔明自身はこの状況を地獄と勘違いすることに。そんな中、孔明がたどり着いた先で出会ったのは、アマチュアシンガーの月見英子だった。彼女の美しい歌声に聞き惚れた孔明は、彼女のために視力を尽くすことを決意した。そして彼は英子が大人気アーティストのミアと会うきっかけを作り、それを機に英子が大きなイベントに出演することが決まった。あからさまな当て馬という待遇に、孔明は軍師として策略を用いて、英子のステージを人でいっぱいにすることに成功しました。次回第2話は、孔明が英子を売り出すためにアートフェスをブッキングすることに。けれども、英子のブースは一番端になってしまった。さらに、向かいは人気インディーズバンドであるジェットジャケットのブースだった。英子は不安に陥るも、孔明は英子に、この戦、勝てますよ、と意味ありげに微笑んでいた。その頃、ジェットジャケットのギターボーカルである亮、ドラムのマサ、キーボードのタクの3人は、スタジオで練習を繰り返していたが、亮の様子がおかしく、早々に練習を切り上げて先に帰ってしまっていた。それを孔明は近くで見ていて。その後、孔明は寝泊まりをさせてもらっている BB ラウンジの倉庫に引きこもってしまう。オーナーの小林と英子が中を覗いてみると、卓上コンロで何か毒々しいものを煮込んでいて、そのせいで倉庫内は異臭が漂ってしまっていた。小林と英子は本当に毒なのではないかと怪しむものの、孔明は一切取り合わない。そして迎えたアートフェス当日、寮に挨拶をする英子と孔明のもとに、小林が機材トラブルが起きたと告げに来る。慌ただしく去っていく三人を見て、寮は余裕の表情を浮かべることに。ジェットジャケットのステージは始まるが、孔明と英子はこのアートフェスを成功に導くことができるのでしょうか。今回の始まりはまるで中国の歴史映画のような雰囲気があり、ドラマタイトルについているパリピとはかけ離れている印象でした。まさに戦に生きた軍師であった孔明が目を覚ました先は黄泉の世界ではないものの、彼にとっては地獄そのものだったのかもしれないですね。そして開始早々に上白石萌歌さんこと英子の綺麗な歌声が長尺で聞けました。透き通る美声で孔明の心を掴んでいましたが、いつまでも彼が地獄にいると勘違いしているところが面白かったですね。酔いもあり、孔明自身もまた彼を解放した英子も状況を飲み込めないのも、私たちは設定を知っているから無理もないと思ってしまいますが、いきなりあんな風に喋ったり、現代での普通を何も知らない人が現れたら全く冷静ではいられなくなりそうですね。そんな中、さらに冷静かつ状況を飲み込むのが早かったのは BB ラウンジのオーナー
私でした。見た目で人を判断するのは良くないが、あんなこわもてでチンピラ姿の彼はれっきとした三国志オタクのようですね。孔明らしき人物と初対面にもかかわらず、三国志の話を用いて彼を試すところはとても肝が据わっていました。またその縁あって BB ラウンジで働くこととなった孔明ですが、初出勤で現代のものに初めて触れているのに、バーでの客さばきは見事でした。実際に向井理さんが以前バーテンダーとして働いていた経験があったため、手さばきが綺麗だったようです。軍師というだけあって頭の回転もよく、覚えが早いのもあるかもしれませんが、さすがに1800年近く前からタイムスリップしてきたのに、クレジットカード決済をも使いこなしているのは違和感がありましたが、それがまた面白かったですね。英子の夢を支えることを宣言した孔明に対して、彼女が食事に誘うと、孔明は早くも食べログや星の仕組みまでも理解した上で、おすすめのラーメンを事前に把握していたところが面白かったですね。太平の世を作りたいと君主と約束をするも、それを果たせず夢半ばで散った孔明にとって、英子の抱えている悩みは歌と同じくらい心に響いたのではないでしょうか。そして後半ではいよいよ孔明が軍師として英子のために死力を尽くす姿が描かれることに。大きなイベントで歌を歌えることに大きな喜びを感じる英子でしたが、それは宮の策略で当て馬にさせられたことを知ると、孔明の血が騒いだのか、英子のステージに客を入れるために策を用いることに。そしてその策は、その前にオーナー小林から聞かれていた石兵八陣を用いたものでした。見事な策略で宮よりも多くの観客を入れることに成功しましたね。一方でわざと無名に近い英子をキャスティングすることで、自分のステージに多くの観客を取り込もうとしていた宮の怒り心頭な様子は怖かったですね。そして次回の予告では、今度はインディーズバンドと直接対決をするようですが、孔明の今回のような鮮やかな戦略と、それに伴って英子がどんどん有名になりつつあるところが魅力的で、とても楽しみな部分ですね。また今回のラストでは関口メンディーさん扮する前園刑事も登場しました。作曲そしてダンスの振り付けもしているという前園ですが、その異様ないでたちがなかなか頭から離れなくなりそうです。まだ今回のお話では孔明や英子と前園が対面を果たすことはありませんでしたが、今後は彼との絡みもとても楽しみになってきますね。次回第2話は10月4日放送となります。ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。